ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2014年2月19日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。ということで、今日も私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。はい、雪降りましたね。本当に大変なところがね、まだ何か所もねあるようで、本当にまだまだ苦労されているところが多いと思うんですけども、雪もねたくさん降ると本当大変ですよね。狂気ですよね。閉じ込められるってどうですか、それ想像つきませんもんね。ねえ、すごい雪きれいとかね、あ、楽しいとかね、そんな一面やっぱり怖いね、慣れてないから準備もしてないと思いますしね。一晩降って次の朝動けなくなるなんて、例えば、まあ、ホテルの方とかもねそこまで考えてないですしね。でもね、そういえばすっごい雪が多い、まあ、山奥の温泉っていうのかな、雪国のね、そういうところの駐車場とかね、もうずっと雪かきしてらっしゃる。そういえばスキー場に泊まりに行ったとしてね、蔵王に行った時かな、秋田の時もそうでしたけどね、なんか本当の雪かきの大きな機械っていうか、ブルドーザーみたいなやつが旅館に1台ずつあって、ずっと雪かきしてらっしゃるの。ちょっと積もったらもうかいてらっしゃる。そんなガー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 せんでもいいのになってね思ってたけど、あれやり続けないとダメっていうことなんだわ、きっと。塩も効かない、そんなところじゃないんだって。で温泉も流してるけどそれも落ち着かないから、とりあえずもう積もる前に次々雪かきするという。あ、それがね、普段そんな積もったことないところの方はそこまで思ってませんよね。本当に皆さんご苦労されてて、まだ何箇所か開通してないところもあるということで、今日もね、電気通ってなかったりして大変で、本当にご苦労だと思うんですけれども、もう少し頑張ってください。多分届いてませんけどお祈りしておきたいと思います。はい、ということでね、雪降ってる間どうしてました？そうですね、まあ、雪をこう掴んで食べたりとか、うわ、子供みたいなことをしてるんですね、はい、思いましたね、あれにこうかき氷のね、そう、あれかけたらもう食べ放題じゃんみたいなね。 はい、でもなんかいつ頃かあれは汚いんじゃないのみたいな、汚い噂が出て、噂か本当かちょっとわからないんだけど、ダメ、食べちゃダメとか言われてね、なんか食べてない、実はなんか練乳かけて食べたいとか思うんだけど、実際したことあります？なかなかかけることまでは、私も食べたことはないですね。食べるのは食べてますね。食べたことある？食べてます。あ、そう、はい、溶かしてお湯にして飲んだことはある。あ、キャンプしたりとかしたらね、はい、そっかね、まだ降りそうですよ今年はね。もう終わりなことないような気がする、はいはい、もう雪かきみんなだんだん上手くなってきてね、お隣と協力した方がいいらしいですよ。2つお家があったら、その間のところを両方が完璧に全部なくすと、いいんですって。ちょっと残すより、あ、完璧に、ね、うん、ないところをちょっとでも広くする方がいいとかいうのもテレビでやってましたね。こんな話題をねするとはね、滋賀で本当にね温暖化と言いながら分かりませんね、自然は。はい、ということでですね、メールのお願いでございます。私たちはメールで生きてるようなもんでね、はい、メールが本当に嬉しい贈り物でございます。今日もメッセージをどしどし送ってきてください。番組中でもお受けいたします。はい、メール番号、秀蔵くんが申し上げます、はい、どうぞ。メール番号は99@shiga.tv99@shiga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。ありがとうございます。今日はゲストお呼びしております、はい、もちろんお待ちかねでございます。楽しみにしていてほしいと思います。ではこの後ゲストコーナーに移ります。
い、お待たせいたしました。ゲストコーナーでございます。今日のゲストをご紹介しましょう。坪田明さんです。ようこそお越しくださいました。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。坪田さんはですね、ジャズギタリストでございます、ね、一応そうです一応一応も二応も三応もギタリストなんですよ。あのものすごくね、色っぽいギターを弾かれるということで有名なんですけれども、いろんな話ちょっと聞いていきたいと思います今日は。でもう4月にあのこの妖怪地ではね、はい、あのジャズフェスティバルも待ってますので、そのお手伝い もう立ち上げの時からずっと一緒にやっておられるので、あのそんな話も盛り込みながら今日はジャズをがっつり、はい、喋りたいと思います。でまあプラスですね、あの大人になってから楽器を始めた人とか、あなんか音楽好きなんだけどやったことないんだわっていうちょっとご年配の方、あのそんなの方にあの勇気を与える、そんな話題も盛り込んでいきたいと思います。坪田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では坪田明さんって何誰みたいなね、ちょっと自己紹介をしていただけますか。お願いします。そうなんですか、いきなり振ります。はい、無茶ぶりでございます。はい、あの一応ですね、あのジャズギタリストでありますが、普段はあの仕事もちゃんとしておりましてですね、仕事してはるんですかっておりまして、まあ、松崎さんとはちょっといろんなね、あの会社の経営者団体とかでも一緒にお会いしてありそうです、ね、しておりますが、はい、そんな固いこともしておりますね、はい、そんなこともしておりまして、はい、まあ、あの音楽自体はですね、高校生の頃からですねバンド活動を始めまして、はい、当初はあのやっぱりロックとかブルースとか、はい、そういう音楽をやってたんですが、だんだんとフュージョンとかいう音楽が好きになりまして、うん、まあそれで20代の前半とかはそういったバンド活動をしてました、はい、で、まあ、しばらくちょっとあの音楽活動を休んでた時期があったんですけども、はい、また、まあ、ブルースバンドみたいなのをやり始めたのが20代の後半で、はい、たまたまそのバンドの関係であのジャズギタリストの方と知り合えたので、はい、ジャズの世界に、まあ、30を過ぎてなったあの始めたということですね、はい、若いですよ、ね、まあまあ、初めの30っていうのはね、うん、そうですね、まあいろいろなんですけどね、若い方はもう10代から20代、ね、そうですよ ね、 今ね始められますけども、うん、まあ、僕らのたまたまそういう出会いがなくてですね、はい、そういう音楽に関われなかったという感じだったと思うんですけど、はい、その一番最初若い頃バンドロックもされてた、うん、そうですね、どうですか、どんなようなコピーバンドですか。いや最初は多分コピーバンドで、あの本当に普通にバンドを始めたいんですけど、はい、高校生で本当はブルースとか好きだったんですけど、高校生でブルース、はい、好きだったんですね、うんうん、でまあ、あの関西は特にあの京都とかを中心にはブルースバンドがあって、はい、大阪は、例えばリズム&ブルースとかファンクだとかそういうバンドが流行った時代だったんですね、はいはいはい、1975、6年とかね、はい、だったので僕らもそういうの影響を受けてそういう音楽をやりたかったんですが、はい、なかなか滋賀県でそういうメンバーが見つからなくてですね、うん、でまあたまたまそのドラムやってるやつがいたので、はい、で彼を入れるためにまあロックとかをやりますよという感じでバンドを始めたというのが正直なところで、でやってる間にどんどんあの音楽ジャンルが変わっていったと、はい、はい、初めはハードロックとかですね、まあ、その当時だったらあの矢沢駅さんのキャロルとかね流行ってましたよね。キャロル、ロックンロールとか、はい、そのドラムの人がすごくあのキャロルのファンで、はい、解散コンサートに行ったような人だったんで、その人に合わせて最初はなんとなく始めて、だんだんと自分たちの好きな音楽の方向に引っ張っていたというような感じです。でも、まあ、バンドでもずっとギターだったわけですね。そうですね、最初からギターですね。だからとりあえずその頃っていろいろあったんですけど、まあ、上手い人が残るっていうのもあったんですけど、はい、まあ、とりあえず楽器持ってる人が最初にまずあのそのそのパートになると、あ、はい、あ、もうですから、すでにギター持ってるよ。そうそうそう、だからもう中学時代からエレキは弾いたことあったんですが、うん、楽器持ってなかって、はい、高校に入る時に、まああのまあ、入学祝いでギターを買ってねっていう感じでエレキギターを始めたと。そうですか。ですから一番最初にエレキギター持ったの僕だったので、うんうん、リードギターになったという早いもん勝ちよね。早いもん勝ちですね。早いもん勝ち、なるほど、でもね、今でもなかなかねロックバンドって練習する場所もなくて。そうですね、あの当時どこで練習してたんですか。当時ね、一番最初はですね、
私の住んでるのは瀬田だったので、はい、その近くの楽器屋さんの一室を借りられるということを、あ、そうですか、聞きつけてですね、そちらの方で某楽器屋さん、某楽器屋さん、某ロータなんですけどね、はい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 、で、あのそちらの方でちょっと借りたりとかあとあの友達の家でドラムをやってるやつの家でやったりしたんですけどね、ちょっと音うるさくてですね、で、あの、そんな時代があったんですね、はい、そんな時代があったんですね、であのちょっとあのこれは別の楽器屋さんなんですけども、はい、あの西武百貨店っていうのができまして、はいはい、高校2年の時に、うん、でその場所の思想ルームというところにですね、うん、そのドラムのやつがあのなんか交渉してきてですね、はい、お貸してちょうだいと、でそこで練習したいのでということで、まあ、それ豆なメンバーがいるとね、メンバーうちのメンバー すごく豆なメンバーばっかりだったんで、彼の交渉力のおかげでそこで あのドラムの練習だけじゃなくて、でバンドの練習場所を確保できたと、バンドの練習ができるようになった。なるほどね、はい、そうなんです、ね、なんかちょっと話ずれますけど、あのアシスタントしてくださってる秀蔵君って言うんですけど、はい、秀蔵君も瀬田なんですよ。あ、そうなんですか。はい、瀬田、偶然だ、いろいろね、ねえ、瀬田ミュージシャン多い。そんなことないか。どうですか、私も出会った時からあのジャズを弾いてらっしゃったので、なんかジャズ以外の演奏されるのは想像つかない、うん、だからあの高校生の頃とかは、まあ、そういうブルースバンドとかもやったんですけども、本当はファンクがやりたくて、だからファンク系の音楽は好きでしたね。自分だけどなかなかみんながそこまでいかなくて、でもなんかうちのバンドってその時の高校生のバンドにしては初めてそういう16ビート系の曲をやってると言われてたんですよ、うん、でベースも初めて、多分滋賀県で初めてチョッパーを弾いてた、はい、って本人は言ってますけど。そうですか、はい、そのメンバーは今まだお近くに集まれるような状況なんですか。今フェイスブックで実はあのドラム以外は全員つながったんですけど、うん、あ、そうですか、はい、まあ、あのみんな遠い国に離れたりもするんですけど、はいはい、じゃあだいぶ長くねギターずっと親しんでこられたっていうことではね。でこの後そのちょっとね、琵琶湖ジャズフェスティバルのお話とか、はいはい、立ち上げの時のお話とかね、坪田さんなりの思い入れとかね、まあ、そんな話も聞きたいんですけど、ちょっと変わった曲をここに1曲だけ入れさせてほしいんですよ、はいはい、もうジャズ全く関係ないんですけれども、あの地元のためにと、地元を盛り上げるためにというところではね、似てたとこがあるんですけれども、あの今ご当地ユニットだ大流行りですよね、あちこちで、ね、出てますけれども、ついに出ました長浜です。ついに出ました、長浜のまた名前もすごいですよ、浜姫。どうよ、なんかいちごちゃいますよ。浜姫というそのユニット名です。でね、聞いたところによると今のところ8人研修生も入れておられるらしくって、そのうち7人は長浜の人だそうです。普通ね、なんかそこでは作ったけどよその方っていうの多いんだけど、うん、うちの方だと1人だけ彦根の方がおられるということで、うんうん、中1から高3であの合成されているということです。あのまず今日1曲目、その若々しいね長浜盛り上げるためのご当地ユニットの浜姫の曲から聴いていただきたいと思います。浜姫で大丈夫は魔法の言葉。心の奥が雲で前が見えなくなった時
はい、どうですか坪田さん、こんなのも、はい、そうですね、ラジオの番組というのはね、はい、そのジャズフェスに関わらせていただいてから告知とかで、ね、参加させていただいたことはあるんですが、そういう時で大体言うこと決まってるんでいいんですけど、はい、こんな感じは初めてなので。そうですか、楽しいでしょ。楽しいですけど若干緊張しておりますが、はい、もうそんな緊張しないでください、はい、もうあっという間に1時間ね終わりますから。ああそうですか、はい、普段話せないことをね、はい、でも一回喋っちゃうと元に戻せませんのでね、これ公に広がっていっちゃいますからね、そこが面白いですね面白いですか、坪田さんそうやったんや、はい、はい、ではまたここからお話し続けたいと思います。ではその琵琶湖ジャズフェスティバルのお話しましょう、はい、ね、今年は4月の19、20ってことですか。そうですね、19日の土曜日と、はい、20日の日曜日ですね、はい、はい、何回目になるんだっけ。第6回6回ですね。早いね、もう6回ですね、うん、で今はもうね、とっても有名になったしね、たくさんの人来られるんですけれども、このジャズフェスティバルをね滋賀で立ち上げるって言ったらなかなか大変なことだったと思うんですよ、はい、1回目のなんかいきさつをもちろん最初から関わっておられるのでね知ってはると思うんですけど、はい、最初どうでしたか。一番最初がですね、はい、私が、まあ最初に聞いたので実は2008年の初めぐらいからですかね、はいはい、まあ、2009年に1回目第1回目に、4月にあったんですけれども、はい、2008年の初めぐらいにそのどっかでジャズフェスを最初はやろうということ で、 そうですね、それがまあ妖怪市ということで決まったのがもう少し春ぐらいですかね、はいはいはい、そのあたりからちょっとまあそういうことを、まあ、実行委員メンバーというのは一応組まれてましてね、はい、それで動き始めてたんですが、まあ、私そこはまだ、住んでるのは大津ということもあって。そうですよね、で大津ジャズフェスティバルもね。そうなんです、大津ジャズフェスにも関わってたので、で、まあ、最初はそんなに本格的には関わってなかったんですけど、うん、まあ、そういうのをやるということで、はい、いろんなジャズフェス先輩のですねジャズフェスティバルっていうのがたくさんありまして、はい、仙台の方にある定禅寺ストリートジャズフェスティバルっていうのがあって、はいはい、もう一つは高槻 の、 ジャズストリートですね、はい、この2つのやっぱりこう市民参加型というかね、うん、こういう無料で見に行けるようなジャズフェスティバルっていうのを、はい、まあ、参加したりとかですね、そこでいろいろ実行委員長の方にお話伺ったりとかして、はい、そういうリサーチとかみたいなこともその頃からしてたんですね、はいはいはい、で、まあ、肝心のでも妖怪市っていうところで、うん、っていうので私もその妖怪市の方にジャズの知り合いとかが全然いなくてですね、はい、でどうしようかなと思ってる時にたまたまその知り合い の、 ジャズギタリストの方に声をかけたら、はい、まあ、お弟子さんで妖怪市の人がいるからというので紹介していただいたのが今の副実行委員長なんです、はい、副実行委員長さん、そうなんですが、はい、まあ、彼とかつながっていっていろんな方で、まあ、妖怪市もだんだんジャズの、ね、ね、仲間が出てできてきたかなというふうにも思うんです、はい、本当にしっかりしっかりね、大きくしてこられましたよね、うん、そうですね、ですからそのね正直その2008年の、一回下見にですね会場とかを見に来たことがあるんですけど、はいはいはい、まあ、日曜日とかにこう歩いていても、まあ、どちらかというと BGM で鳴ってるのが演歌っぽいなとかですね、街歩いてもここでジャズ馴染むのかなとかいうのはすごい不安にも思いましたし、はい、まあ、逆に言うとここがこう音楽ジャズの音で溢れて人がたくさん来たら楽しいだろうなというのを想像するところから始まりましたね。そうですね、うん、なんか会場の設定してるところが、まあ、近いところにずっとあるので、うん、一つと見て次のところがもうちょっと聞こえてくるぐらいな、ね、そうですね、作り方にしてあるので、うん、それはとてもいいと思いました私も、はい、なんかで別に坂があるわけでなく、そうなんですね、ね、大きな道を横断線なわけでもなく、うん、ここの会場を外から来た人がみんな、うん、おっしゃったのが街がすごく綺麗ですね。そうですね、はい、ですから駅前の通りとかがすごく綺麗で、はい、歩道とかが整備されててそこをずっとねいろんなステージで、ね、歩きやすいしね、うん、埋めているのですごく歩きやすいし、ジャズフェスティバルにはもうぴったしな、うん、そうですね、街の形ではあると思うし、うんうん、でもう一つあれですよね、
楽器をね、はい、買って東北の学校にずっと送り続けておられるという活動がね、またのすごい素敵だと思います。そうですそうです。これも先ほど言いましたけど、仙台の方の、はい、ストリートジャズフェスティバル、常禅寺ストリートジャズフェスティバルというのは、はい、本当に、まあ、仙台の街の中でやってて、ものすごく、はい、自己委員の人に仙台まで話聞きに来ましたよね。ですよね、はい、一緒に行きましたね行きましたねそれでその巨大なね、本当にジャズフェスなんですけども、はい、やっぱり前の震災が起こった時にね、はい、その時の実行委員さんとも私もお挨拶してたので、一回どうなってはるのかなっていうので、メールのやり取りとかをしたんですよ、はい、で初めね、実際なかなか返事が返ってこなくてすごい不安だったんですけど、ちゃんと返事いただきましてね、何日か、もう10日以上経ってからかな、うんうん、でそれで何か元気にされててほっとしたんですけど、はいはい、でその後で琵琶湖ジャズフェスのメンバーから聞かれて、まあ、仙台の方がねそういうことになってるんだけどどうでしょうね、はい、ということで、まあ、それでおつなぎして一度、実行委員長の方、今の実行委員長の方から連絡されて、はいはい、で、そういう何かそういう活動とか、いろんなね音楽で、うん、こうそういうことを支援したりとかっていうことがあるんですかっていうことで聞かれてたら、やっぱり仙台の方でもすでにそういう動きをされている方がいらっしゃって、うん、でその中でのつながりで伸びるよう、幼稚園でしたっけ、保育園でしたっけね、うん、あちらの方でそういう楽器をですね提供させていただいて、本当に楽器とかも全部流されちゃってるんですよね、でそれをやっぱりジャズフェスらしいね、はい、そういう被災地支援の仕方っていうので、どうだろうということで始められたという、ね、それを続けてらっしゃるのはね、うん、本当にすごいし、うん、それをちゃんとこう公開してはるんですよ、うん、届けた写真ね、そうそう、学校で、うん、ちょっとうるうるしますよね。そうですよね、ますます続けてほしいし、うん、あんなことに役に立つだったら、うん、もっとボランティアにもね出ようかな、うん、ちょっとでもいいから寄付しようかなという気にもなるしね、うん、そうですね、素晴らしいと思います、うん、坪田さんは今年のステージは、うん、どこにお出になる予定ですか。今年はですね、はい、コミセン会場というのがありまして、コミセン会場、はい、妖怪市コミュニティセンターですかね、はい、あちらの方に、20日の、はい、12時から出演の枠になっております。めちゃくちゃいい時間にじゃないですか。そうなんですかね、よく分かってないですが、はい、まあ、2つ目ぐらいですかね、はい、ステージとしては、ね、面白いメンバーですか。ですね、このメンバーっていうのがそれこそ、先ほど私は高校時代までの話したんですけども、高校卒業してから、はい、滋賀医科大学の友達ができましてですね、その人たちと一緒にバンドを、はい、ジャズ結構ね、はい、盛んでしたからね。そうなんですね、で滋賀医大のメンバーと一緒にフュージョンのバンドをやってたんですけども、その20歳ぐらいですかね、はい、でその時のメンバーと、まあ、はい、再結成という感じで、今度は、まあ、フュージョンというよりはジャズを、はい、みんなもう年もいったって楽しみですね、でいう形で、ジャズになりまして、楽しみですね、はい、でまあそのメンバーとかも、もう結構年取ってからジャズ始めたようなメンバーもいます、はいはい、ね、なんか今お医者さんの方とかなわけですよね、はいはい、もう全員お医者さんで す, です、ね、私以外は、はい、コミセン12時です、はいはい、20日です、はいはい、ぜひ行ってください、はい、じゃあここでですね、せっかくなので、はい、坪田さんに生演奏で、あ、そうやった、ちょっとね忘れてた、明日やったって言うてはりますけど忘れてはりましたよ、すっかり。生でギターを弾いていただこうと思います。今日お持ちいただいております、はい、ソロになりますけど、でもちょっと弾いていただけると嬉しいかなと思うけど、大丈夫ですか。大丈夫、はい、じゃあ誰でも知ってる枯葉という曲をね、坪田さんなりにアレンジしてちょっと弾いていただきたいと思います。最後終わった時ちょっとこれで終わりだよって分かる終わり方でお願いいたします。では坪田明さんで枯葉。
ヒデゾーのコーナー、イエーイ、ありがとうございます。すいません、いきなり雰囲気が申し訳ない。カレーはどうですか？ぴったしやね、うまいでしょ。あれはこうどう自分でこう どうかなっていくんだよ、弾いてるうちにだんだんどうかなっていくでしょ。あれ絶対なんか出てるよ、脳からね、こうなんかプワーってなるなんかホルモンが絶対出てるはず。めっちゃ気持ちよさそうですもん ね。ギターもなんかかっこいい、いいですよ ね、 よね。これはなんていう、はい、あのギブソンの、ね、はい、ES175 っていう、まあ楽器はね、その上等な楽器じゃないですけど、な古いのは古いですね。多分、まあ、1965年ぐらいの楽器ですね。もうボロボロですけど。すごいね、楽器ってね。で、あの、ヒデゾー君もね、あの、もちろんミュージシャンでして、はい、あの、オリジナルソングを歌っておられる、弾き語りで、ギターの弾き語りで、はいはい、ぶっ飛びソングをね。私もギブソンです。あ、そうなんですか。あの、うん、私は激しい弾き方するよね、どっちかというと。チェット・アトキンスっていうギターを使ってるんですけど、はい、まあ、使い ガットギターですか。いや、ガットじゃない方です。あ、はいはい、ただ使い方を間違ってるんですよね。え、違うんですか？いや、そんなことないと思いますよ。え、多分僕、あのチェット・アトキンスって方は、はい、もうちょっとなんて言うんですか、あ、あの、まあ、カントリー系の人ですよね。そうです、うん、カントリーでしたか、カントリーとか。だからそっち系の音もなんて言うんですか、うん、ガリガリのね、うん、音のあれで、多分使い方は間違ってると思うんですよ。それも自分なりに、あ、いいですよ、使えばいいと思うんですけど、まあ、知らなかったんで、そんなこと、ただもう過去から入るギブソンですか、初めて聞いた。あのね、星が入ってるんですよ。うん、ずっと、かっこいい、ただそれだけなんです。で、選んだの？選んだんです。だから後でね、どこ行っても言われるんですよ。え、そんな弾き方するもんじゃないよみたいなね。あ、余計なお世話やんね、うん、だから僕はね、描きたい絵を描くし、うん、ね、まあ自由と思う、ね、そんでいいと思いますよ、はい、だってギターって元はみんなね、うん、今のロックとかが生まれる前にギターができてるので、だから最初はカントリーだったりとか、うん、ね、全然違うジャンルのために作られてる楽器を、それしかできないもん。そうそうそう、だからね、ストラトキャスターなんかはね、ハードロックの人が、うん、そうです。ピアノ買ってそんなもんめちゃめちゃクラシックしか ね想定してないんですから。ロックンロール弾くって誰も考えてないですよ。それはそうです、そうです、ね、はい、まさか立って弾くとかいう人が出てくるとは言うに思ってませんから。ということで、はい、ヒデゾー君の曲も1曲だけいつも聴かせてもらってるんですけども、はいはい、その、 あのギターの音なんですね、これは。それは違うんですか、残念。それはそれ聴きたかったわ。 VG のギターなんです。あ、それも古いギターなんですけど、ね、じゃあ、はい、ご紹介ください。はい、じゃあ聴いてください。無題の曲ですが、ヒデゾーで聴いてください。どうぞ。
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、引き続きまして坪田明さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いろいろとね聞いてきましたけれども続き、あの琵琶湖ジャズフェスティバルの続きをちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい、こちらの方にもたくさんいろいろゲスト来てくださってるんですけども、はい、うん、その他からもたくさん出てくださる予定になっています。はい、今日ちょっとねプログラムを手元にないんですけども、またあのフェイスブックとか、もちろんこの琵琶湖ジャズフェスティバルのホームページがバーンと出てきますので、そこでチェックしてあげてほしいんですけども、あの今天の声さんが把握してくださってる予定からいきますとね、20日の日、坪田さんも20日ですもんね、20日ですの12時頃、はい、コミセンとおっしゃったでしょ。はい、その20日の朝一にカルミアさんが出られるそうです。天の声さん、どこでしたっけ場所、カルミアさん、もう一回。デニーステージ、テニーテニー声優のとこだそうです。地元の方だったら分かれますよね。カルミヤさん本当素敵なんですよ。あ、そう。はい、ギターがね阿部悟さんって言って、うん、もう超テクギタリストです。うん、もう絶対ゴーって思う、うんうん、めっちゃ前です。うんうん、はい、その方に天使の声のボーカリストが歌うというね、うん、いいですね。もうちゃんコロンといく感じのユニットでございます。でも11時なかなかね皆さんまだ出てこないと思うので、もうぜひぜひ20日声優前に朝11時集合してあげてください。私も絶対行きます。はい、あの坪田さんも早くから来て見てあげてください。ぜひお願いします。その他あの来月来ていただくことになっています、キーちゃんっていうね女の子とか、それからバンド名何なんだろう、分かんないですね。まあ直前にまたね来月来させてもらって言わはると思うんですけども、それからついこの間先月だったっけ来てくれた澤田ゆかちゃん、はい、まだここには中島さんは来ておられないんですけども、はい、はい、あ、そうなんです、はい、うん、中島きみかずさんというギタリストがおられて、そのユニットで澤田さんは出演されると思います。そうです、はい、ゆか&フレンズです。大正ホール3時半だそうです。ぜひ、じゃあ20日の日は朝11時集合ということで、で一番最後までね、はい、見ていただきたいと、はい、ということで20日はちゃ楽しいというお話でございました。番組にあのメールを寄せてくださる方がありまして、ちょっと坪田さんにもその方のお話を聞いて返事してあげていただいていいでしょうか。はい、じゃあまずお一人、リアライズさんです。いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。最近やっぱり何と言ってもソチオリンピックが熱いですよね。フィギュアスケートの羽生くんをずっとずっと応援してたので金メダルを取って本当に感動しました。皆さんはオリンピックは見られてますか、また応援されている選手とかいますか、ということです。坪田さんどうでした。あ、そうですね、はい、まあ、羽生くんね絶対、まあ、取ってもらいたいなと思ったんで、その通りだって本当良かったなと思ったんですけど、まあ、あとサラちゃんかな、あのジャンプのね、ちょっと惜しかったなっていうのがね、プレッシャー出過ぎですよ ね、 ね、
ちょっと残念かなって思いましたけど、はい、でもまあねメダルだけじゃないのでやっぱり頑張ってくれたから、はいはいはい、まだ次のオリンピックがまだまだ若いからね、そうですよね、から頑張っていただきたいなと思ってます、はいはい、あとジャンプの、はい、そうですね、笠井さんもね、もうすごいですよね、あの年齢でやってくれてるのが、まだらもう次のこと言うてはりましたもん ね、 そうですね、素晴らしいですね、素晴らしいと思います、うん、ティダ族はどなたか誰が一番身についてましたか、私全く見てなかったんですか、で、 あ、そうなんや、でも興味はめっちゃある、あ、そうですか、はい、私今回ねちょっと大変な制作物をずっとちょうど作ってたので毎日帰るのが12時ぐらいやって、うん、ちょうどいい感じでオリンピックが始まるという完璧寝不足習慣だったんやけど、やっぱりもうねジャンプ応援してました、うん、とりあえず取らせてあげたかった、でも銀でよかった、 でもね取られてよかったですよね、うん、はい、まあ、こういうこの続きでね、あの年取ってから飽き始められた方のお話もちょっと次したいんですけども、うん、はい、もう一つメール来てるので面白いメールが来ています、うん、ちょっと答えてあげてください、びっくりしますよこれ、まず読みますね、はい、いつも楽しく聞かさせていただいています、うん、ところでソチオリンピックが開催されていますが、やっぱりこれですね、もし存在していたら面白いのは次のどれか、5つから選んでくださいということです。1つ目、雪女対札幌雪祭りの雪像大会、ね、2つ目、雪だるま対大魔神のかけっこ競争、3つ目、西川のりお対アダモちゃんの上半身裸ダンス競争、4つ目、白熊対シベリアマンモスの格闘技大会、5つ目、スケート場で内田裕也のエンドレスロックンロールシェナイベイベーの大会、はい、この5つのうちあれば楽しいと思うのはどれでしょう、ですね、坪田さんどれ、雪だるま雪だるま何やったっけ、雪だるまが、雪だるま対大魔神のかけっこ競争あー面白そう走れるんかいなって感じで す、 ね、 ね、どうですか、どれが面白そうですか、内田裕也、あ、内田裕也のエンドレスロックンロールシケネベーベーですなるほどね、面白そうですね、よう考えはりますねこんなこと、本当にね、私は西川のりおとアダムちゃんの上半身裸ダンス競争もちょっと見たいなと思いますありがとうございます、ね、これ送ってきてくださったのはもう今時ちょ見えますか、その見てらっしゃる、こんな携帯使ってる人いませんよね本当に、あ、ダックスビルさんです、ありがとうございました、じゃあもうちょっとだけお話できますね、そのね、ちょっと年を重ねてからしたことない楽器を始めるとか、長いこと休んでてちょっと余裕ができたので始めるとか、なんかそういう方増えてるらしいんですけど、坪田さん、そういう方にちょっとなんかこう実際今なさってる仕事をしながら、なんかアドバイスというか、なんかありますか、あのね、うん、思うことは若い頃よりもね、あの若い人ってすごくなんていうかな、吸収力があるので、早く覚えられるとは思うんですけど、はい、あのね、年を取ったら年を取ったなりにね、はい、知恵がついてるというかね、あの要するにね、あの 何でもかんでもそうなんですけど、勉強の仕方が分かってると思うんですよ、はいはいはい、そうするとね、案外ね、うん、あの年取ってからでも早くいろんなことを覚えることができるのと、でもう一つね、若い頃私ちょっと結構ね自分でやりたいと思ってたから、ちゃんとその先生についたことがなかったんですけど、はい、ある程度年齢重ねたらね、はい、逆にそんなことこだわりとかなくなってしまって、ちゃんと素直に先生が言ってくれることが聞けると、案外そういうふうに習った方が早いっていうのがね、ね、ありますね。これ私はね、年齢重ねてからの方はきっと習われた方が早いかなというふうには私は、なんかそういう教室も増えてますもんね。そうですね、うん、で先生疲れてめきめき上達してらっしゃる方も、うん、いや、じゃあまあ迷われたらお教室入るのはいいんじゃないかっていう、早いですね、感じたんですね。ですからもう本当にね、何にもわけわからない人から、はい、入られて、ね、例えば教室とかでもう楽器もどれを選んだらいいかわからないぐらいの人が行って、教室で先生と一緒に選ぶとかね、なるほど、そういうこともできますんでね、もう恥ずかしいとかね、なんかそんなもうないですもんね。そうですよね、うん、ですからもう本当に結構僕らの年齢
からでもね、若い頃は本当にもうギターちょっと触っただけでもやめちゃったんだけれども、はい、なんかもうちょっとちゃんとやりたいっていう人とかがね、はい、結構ね周りにたくさんおられるんです、ね、でそういう人たちは本当に素直にそうやって教室行かれたりとか、はい、すればいいかなというふうに、ね、昔はちょっと手が出なかったけどね、そう思い切ってね、そうです、欲しかった楽器も買えるしみたいな、うん、でもあれですよね、その、うん、なんていう演奏 技術だけね、うん、すごい今からどうとかなりたいとかいうよりは、うん、そうですね、ちょっと楽しめるようにして、うん、一緒に誰かと演奏するとかがやっぱり、ね、面白いとこですか、一番楽しいとこですね。で、まあ、私はジャズなので、まあ、基本的に、決まったメンバーじゃなくていろんな人と演奏ができるのが、はいはいはい、これがまた一つの楽しみなんですけど、そういう感じでも楽しめますしね、初めて出会った人といきなり演奏ができたりとかしますんでね、はい、まあ、ジャズはそういう意味でおすすめしてるんですけど、まあ、それに限らずいろんなジャンルの音楽もなんかやりたかったけどできなかったということをこのままやる、うん、そのままにしとくんじゃなくて、まあ、やっといたらどうでしょうかねっていう感じですよね。そうですね。それやりたいなと思うだけでもね、すごいそっち寄りの人だと思うんですよ、うん、全くもう絶対無理と思ってやろうとも思わない人もいっぱいいますから、うんうん、そうですね、ちょっとでもそういう気持ちがね、うん、心の中におありの方はほんまにハミジェビやってほしいと思います。もう1年も経たずに普通にセッションしてる人とかいますからね。いますね。ほんまにどうしたんみたいな人いますよ。で楽器ってほらなんか歌全然音痴なのに楽器めっちゃうまい人いるんですけど、あれどうなってんのかなと思うけど、ね、どっちも下手やし分からへんのですけど、いやいやでも本当は楽器はねちゃんとチューニングさえすればねちゃんとやってくれますか音鳴りますのでねそうですか、はい、ですからちゃんとその辺はいいと思いますしね、練習すれば必ずでもね、歌も歌えない、楽譜も読めない、リズム感もない、うん、でもなんかみんなとなんか一緒に音楽したいと思う、何したらいいですかね。何がありますか。例えば楽器。もうね、パーカッションとか思ったけどね、リズム感なさすぎて言われたし、うん、ピアノやりましたけど指ついてかへんし、なんかないかな。歌下手やし。いや、でもやりたいっていうのは何なんでしょうね。まあ、やったらいいんじゃないですか。何でもなんか考えてくださいよ。やりたいと思うやつを一番やりたいと思うのが一番やれると思います。あ、そっか、うん、じゃあやりたいと思うのも決めなあかんよね。そう、そういうふうに思ってらっしゃる方いっぱいあると思います、うん、私みたいな人そこには入りたいけど何していいかわからないね。そういう人はとりあえずやりたいものをやればいいというアドバイスでございます、はい、ありがとうございます。じゃあここでいつもはライブのお知らせのコーナーなんですけど、ヒデオゾー君あります？私はちょっと寒い間は休んでます。休んでます、はいはい、天の声さん何かライブありますないですか。じゃあ一つだけ3月に、また宮原春彦さん、はい、歌う紳士なんですけども、すごいですよ。歩くジュークボックスって言われてあって何千曲もアンプしてあるんで す。それも歌詞までアンプしてある3番まで全て。その人のまた歌声喫茶が安野さだ波ホールであります。さだ波ホール3月あれいつやったっけ、私また忘れてきたのかな。あ、わかった3月8日です。安旧チューズですね、安野さだ波ホールで2時半からです。800円だったと思います。ドリンク付きです。なんか問い合わせはさざ波ホールで探して聞いてみてください。楽しいと思います。早いでしょ、もう50分です。あ、本当ですね。なんか言い残したことあったら。今日はね、初めての試みをします。いつも最後の曲をね、最後の曲をかけて、はい、この曲を聴いてお別れですバイバイってするんですけど、それを生でやりますので、坪田さん今スタンバイしてもらってます、はい、でこのままおしゃべりな、しゃべりを続けていただいて、で残り何分にしましょう。演奏2分ぐらいですか、はいはいはい、3分ぐらいですか、はい、いや2分ぐらいです2分ぐらいです、はいはい、そこら辺になったら演奏を始めていただいて、その演奏を聞きながら見ながらさよならという初めての試みをさせていただきます。よろしくお願いします。まだしばらく時間がありますので、はい、もう少しその話しましょうよ、はい、なんか今回の八日市のジャズフェスはジャズ以外の方でもすごいたくさんのゲストが来られますね、はい、なんか興味深いゲストおられますよ。1日目の19日のゲストでね、石垣島出身のなんかいとこ兄弟とかで結成されたエンタメユニットというのがあってね、うん、
雪山商店っていうユニット名だそうです。あ、それ気になってたんですよね。そんな、これは一体何なんだろうと思ってるんですけど石垣島を拠点に全国を飛び回ってライブをしているんだって。どんなんなんだろうね。聞いてみたいですね。なんかブギーみたいな曲名がついてるから、そんなような曲だと思います。で、2日目の3時からはね、京都で活動するオーガニックレゲエバンド、これも面白そうですよね。ボーカルさんは英語、インドネシア語、日本語で歌わはるんですって。11月にインドネシアツアーを終えられたそうです。面白いゲストさんですね。もう一つ、1日目の3時からはサラサジさんっていう沖縄の北と南を結ぶアコースティックインストデュオだそうです。面白いですね。で、あとその副実行委員長森さんからデータをいただきましたが、ジャズの方のゲストとしてはもちろん東近江出身の田中さんが来られます、はい、あと金沢秀明さん、ああで、もう皆さんご存知武田、はい、和彦さん、はい、で、岩佐康彦さん、はい、で、木原愛子さん、ピアノの方、ボーカルさんでしたっけ、木原さん、ピアノさん、ボーカルさん、ボーカルさんじゃなくて、はい、で、今西雄介セクステットっていう、はい、でもちろんかの有名な西村ゆかりカルテットも、はい、ゲストとして出演されるということでございます。楽しみですね。楽しみですね。天の声さんは出演されないんでしょうか。あら残念ながら出演されないそうです。でも会場にはどっかおられますか。どっかおられるそうですのででもどれが天の声さんかわからないと思いますけどね、はい、どっかで出会えるかもしれません。どうぞ坪田さん、最後もう少しなんか、はい、皆さん見ても聞いてもくださってるので、あ、そうなんですね、お話あればおっしゃってください、そうですね、やっぱりあの琵琶湖ジャズフェスできるだけやっぱりね、地元の方にたくさん来ていただいて、そうですね、楽しんでいただきたいなというのと、 できればね、そのまあ、ここは結構ね、もともとこういうイベントってそうなんですけど、家族でみんなでね、はい、音楽を楽しめるっていうところもあると思うんですよ、はい、で、やっぱりコンサート会場とかだったら、なんか子育て世代のお母さんとかが連れてきにくいしね、なかなか行きにくいけれども、はい、こんなオープンステージだったら子供さん連れてってもね、泣いてようがわめいてようがね、走ってようがね、そうそうそう、そういう、そういう風に楽しんでいただければなという感じで、そうですね、本当にはい、それとあと、たくさんね、外にお店とかも出ますよね、はい、だからそういうことを楽しみながら、ぜひライブを楽しんでいただけたらなと、はいはい、なんかこうね、狭いホールにこう押し込められて、ね、なんかね、みたいなね、みたいで聞くんじゃなくて、うん、そこでなんか飲みながら食べながら楽しめるというのが、ジャズコンサートではないんですね、ジャズフェスティバルなのでね、お祭りですのでね、はい、で、ジャズはちょっと難しいわという方はね、ジャズだけではないんですよ、うん、もうブラスバンドもアリーノ、ロックバンドもアリーノね、うん、フォークみたいなのもアリーノ、うんうんうん、もうとりあえずフェスティバルです。音楽のフェスティバルと思ってね、遊びに来てみてください。で、八日市に来たことない人、初めて八日市来るにはもうこの日がベストだと思います、はい、なんて楽しいとこなんだろうって思ってもらえると思います。季節もいいですしね、外歩くの気持ちいいんですよね、綺麗な、ね、街路樹がありますしね、たくさんのボランティアの方が一生懸命綺麗にされてますので、ぜひお越しください。あか、まだ今から始めた5分も演奏するなんか、はいはい、そうですちょっと長いです。そうですね。じゃあ、じゃあ来月のね、出演される方、うん、紹介しておいていいですか。はい、皆さん、キーちゃんって皆さんは呼んでいます、うん、女性の方でとっても綺麗な方なんですけども、一回メジャーというか東京の方に行かれまして、うん、はい、CD もリリースされてるんですけれども、うん、そのバンドはもう解散ということになられて、うん、今滋賀に戻ってきておられまして、うん、ラジオでなんかちょっとこう出演したりとかね、うん、そんなお仕事もされながら音楽活動されてるんですよ、うん、もうちょパワフルな歌い方しはるんです、はい、パキーンと通ったね、男前なかっこいい歌を歌ってくださる方で、うん、それも楽しみにして聞きに行ってあげてください。で、その方来月第3水曜日ゲストで来ていただきますので、きっと見てくださいね、はい、オリジナル曲ももちろん何曲も持ってらっしゃるので、音源持ってきていただけると思います。K-E-Y です、うん、K ちゃんなんやけどキーちゃんと呼んで、はい、Facebook とかでアップしてはるので、あ、バンドも出るかもしれませんね、それで、うん、めっちゃ綺麗な人ですよ、出会うかもしれませんね、一緒、
ああそうですよね、出会えたら APR ジャズフェスには出られるんですか。はい、出られることになっています。はい、はい、またそれもね、はい、つながりになると思います。同じ20日だったと思います。あ、そうなんですか。はい、見に行きたいですね。見に行きたいですね。ヒデソクも来ましょうよ。はい、ね、ほんまですよ。なんか180組も出られるそうです。延べで出演者だけですごいですね。180組ですよ。一組に3人としてもね、すごい出演者の数の方が来られて、昨年度は3万5000人の方が来られたということです。お天気さえ良ければね、絶対毎年増えていきますから、今年は4万人、はい、なるかもしれません。はい、それでは今日坪田さんの曲でさよならしたいと思います。はい、曲紹介していただいて演奏お願いします。はい、ですね、よくやってる曲なんですけど、There is no greater love という曲なんですが、はい、どんな曲かというとですね、まあ、要するに結構とっても素敵な彼女がいるとか、まあ、素敵な彼氏がいる人がですね、はい、人の恋愛の話を聞いて、そんなもん大したことないよと、僕の方が素晴らしい恋愛をしてるよとかいうような、ちょっとね、はい、浮かれちゃってる人の浮かれちゃってる人の歌を聞きながらさよならしたいと思います。はい、では来月もぜひ聴いてください。はい、ありがとうございます。坪さん、ありがとうございました。ありがとうございます。